こんにちは、ロニブです。今回はですね、商品レビューではないんですけれども、マイクのですね、モーノさんの方からですね、サプライズでギフトが届きました。何かなと思ってわからないんで、封っていうんですかね、は開けてしまったんですけれども、その送っていただいたギフトの方をですね、アンボクシングっぽくですね、こちらなんですけども、開封してみたいなというふうに思っています。モーノさんはい、からですね、ギフトっていうことで、クリスマスプレゼントなのかどうなのかよくわからないんですけども、レビューではなくてですね、ギフトが送られてきました。開けてみたいというふうに思います。これもね、はい、このモーノさんですね。はい、ちょっとね、開けます。はい、来ましたよ。はい、ということで、モーノさんの方から、はい、ね、お手紙っていうんですかね、はい、はい、こういうサプライズギフト2022サプライズ、モーノさんからですね、送ってますということで、クリスマスツリーの絵があるんで、クリスマスプレゼントっぽい感じになるんかな。モーノさん、ありがとうございます。こんな感じでモーノさんグッズとマイクがあります。私ちょっとよくわからないんですけども、出してみたいなというふうに思います。一つはね、これね、モーノさんのブランドロゴがついている帽子、ロゴこっち後ろにもね、もう書いてあるんですね。はい、はい、こういう帽子ですね。こういう帽子、はい、これ反対こう、こんな感じ、こんな感じ、はい、こういうようなものですね、いただきましたね。はい、帽子サプライズギフトということで、そしてもう一つですね、こちらですね、はい、ワームソックスって書いてありますね。はい、冬物の靴下ですね。はい、靴下、はい、これも色がですね、モーノさんのカラーという感じになってる靴下ですね。なかなかね、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。もう一つがね、これね、マイクなんですね。私よく知らないんですけど、マイクですね。があります。と、あとはこのマイクの付属品かな。帽子と靴下とマイクがですね、サプライズギフトっていうことで、モーノさんの方から商品レビューではなくてですね、送ってきていただきましたので、お披露目させていただこうかなと思っています。調べたところですね、これね、 Bluetooth スピーカーにもなってですね、カラオケマイクっていうことになってみたいですね。電源入れてみたいなと思いますね。詳しくはね、ちょっとよくわからないんですけども、あ、はい、ありましたね。デフォルト、なんか、はい、なんかちょっと声がね、声質が変わるっていう感じ。カラオケ、お、これはエコーかかってますね、エコーがね、はい
こうなんかよくわからないですけどね。はい。Anchor。ああ、え？はいはい。なんかね、わかんないですね。Robot。ああ、ちょっとね、これ、え？ロボット？ロボットって言ってましたね。はいはい。Super Echo。スーパーエコー。わあ、すごいな、このエコー。これは深いエコーですね。リバーブすごいな。Pro。プラウ？プラウ？パープ。パープ、パープ。ベイビー。ベイビー。ベイビー。これ面白いマイクですね。はい。おもちゃとして作ってる会社じゃないんですよね。ちゃんとしたマイクを作ってる会社がこれを作ってるっていうのがね、面白いですよね。はい。使い方よく分かってないです。商品レビューじゃないんであまりよく分かってないんですけど、面白いですね、これね。Bluetooth と接続できるみたいなので、Bluetooth と接続してみたいなと思うんです。カラオケマイクですよね。カラオケマイク。ちょっとね、どうなるのかな。やってみたいなと思います。このマイクとですね、スマートフォンと Bluetooth で接続しています。カラオケとしてですね、歌えるのかどうかっていうところで、ちょっとやってみたいなと思います。バイクで出かけよう。バイクに乗ろうよ。季節を感じ風になろうよ。楽しいと世界が待っているよ。バイクツーリング、バイクツーリングへ行こうっていう、あのカラオケとしてですね、使えますよね。ボイスチェンジャーとしてね、声質を変えれるので、パープベイビー。バイクで出かけよう。バイクに乗ろうよ。季節を感じ風になろうよ。ってな感じで、カラオケ、はい、へ行こう。非常に面白いギフトですね。はい、送ってきていただきました。で、そこの方を見るとですね、ヘッドホン端子があって、そしてラインアウトの端子があります。そして充電用のタイプ C の充電のね、ところがありまして、クオリティの高いカラオケマイクですよね。はい。なんと言ってもね、モーノさんが作られてる、はい、マイクということで、面白いんじゃないかなと。いわゆるモノさんが出されてる結構ね、あの本格的なマイクとは違って軽い感じで遊べるマイクかなというふうに思いますね。はい、これいいですよね。ちょっとね、詳しく操作の方よく分かってないんですけど、いいギフトですね。帽子とそれから靴下ですね、送ってきていただきました。モノさん、ありがとうございます。 Thank you very much。 それではまたご覧になってください。さよなら。